ミラキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube、 どうもミラキンです。今日はですね、こちらの商品を紹介したいと思います。キーン、プシュー、味噌キーン、イエーイ、フフフフ、イエーイ、イエーイ。はい、こちら渋谷のロフトの中のバレンタインでね、チョコのコーナーがすごい良くできて、そこで売ってました。はい、これね、昨日発売してたんだけどね、これね、昨日ね、どこにも売ってなくてね。で、これ、あ、ここなんか書いてあるじゃん。なんだ？僕の下積み時代を支え続けてくれたのがラーメンでした。人生最後の日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた本気で元気の出る一杯です。いいよね、これさ、動画でも言ってる、これね、マリオのビートボックスしてる時の、あれ、画像なんだよね、これ。いいよね、これマジ。で、これ、ヒカキンさんのサインも入ってる。もったいねえ、食べれねえぜ、これ。で、セブンイレブンで売ってたね。大嘘。さて、じゃあ開けてみようか。こっち。ビニール、うわ、もったいねえ。うわ、ガチもったいな。ガチもったいないんだけど、待って、ガチでもったいないんだけど。よっこいしょ。はい。もうこんな感じなんだ。で、上に、なんだこれ、なんか、貼り付いてるとなんだ。やばい、やっちゃった。やっちまった！ついにやっちまった！で、これなんかね、あんま辛くないらしいんだよね。まあ、これまあ、後で入れるとして。で、これちょっと開けようか。せーの、オープン。よいしょ、開けにくいな、これ。オープン。中身こんな感じ。匂いかが。あ、めっちゃ美味しそう。で、作っていきます。みんな、あのね、さっきね、食べてたんだけどね、あのね、録画ミスしてね、なんと、無理でした。でもまだ残ってるからね、残ってる。ほら見て、残ってる。めっちゃ美味しそうでしょ。ちなみに、あの、なんちゃら風味油みたいなのかけたね。見せようか。こんな感じ。すんげえうまそうだよね。また僕これ、やんなきゃダメって感じや、さっきとやったこと。それ、いただきます。これはめちゃめちゃ美味しいよ。これはめちゃめちゃ高級品。これを食べないと地獄に落ちちゃうよ。大丈夫、死にやしないよ。なんとでもなるもん。ふっふん。あわ。無理です。美味しい。マジで美味しい。ガチ美味しい。わ、さっきの録画ミスできてなかったな。ちょっとこれね、すごい熱い。もう、あんちゃんちん、あっちちんっていう感じだね、マジで。そんぐらい。ガチ美味しいわ、ヒカキンさん。で、僕これ、あの、この何、蓋、もうあの、捨てちゃったんだけどね、あのね、これ、蓋ね、開けるとね、なんかね、こんな感じのね、招き猫ヒカキンみたいなのが出るらしいね。いや、これもいつか出したいね、なんか。これマジ美味しい、これ。転売してる人とかいるね、これ。転売してる人とかいる、ほんと。悪やる奴らだわ。転売やめた方がいいよ。誰も買う奴いないよ。PS5 だとまだわかる。これは絶対しないよ。まあ、そのまあ、転売しちゃってる価値以上はあるんだけどね。でもガチうまい。ヒカキンさん1年以上作ってたからね、やっぱこれ。そんぐらいの旨味あるわ、ヒカキンさん。ヒカキンさんとコラボしたいんですってさ、やりましょうって言ったじゃないですか。だからついにおかしくなってきたな。ガチ美味しい。めっちゃ美味しい、マジで。
が激うまマジです。あのね、そこら辺の、そこら辺はちょっと失礼だな。あのね、僕ね、いっぱいカップ麺はね、食べてきたよ。食べてきたんだけどね、これぶっちぎりうまい、マジで。ガチでぶっちぎり美味しいわ、これ。今まで食べたことないわ。いや、あのね、店超えてるわ、ヒカキンさん。あとね、これね、ヒカキンさん好きそうな味してんだよね、これマジで。ヒカキンさんガチ好きそうな味してる。ねえ、これあの、ここでこぼしたらやばい、とんでもないことになるな。Wii U パッドとか、とんでもないことになるよ。じゃあの、これいつも録画してる機能ね。どうでもいいよ。ガチ熱いわ、これ。あーん、チェンチン、あっちちん。この部屋自体熱いわ。で、僕ね、こんなにね、もう食べたけどね、ちょっとね、ちょっと、あとちょっと動画外で食べるわ。それでは、じゃんけんタイム。いきますよ。最初は、ブンブン、じゃんけんポン。ブーイ。よーし、じゃあ行きます。このレバーを持って、ジョセフ!ジョセフ!